ゆうきくん、次移動教室だから一緒に行くわよ。うん、分かった。それとお昼も二人で食べるから勝手にどこかに行かないようにね。え、二人きりで食べるのか？何？もしかして嫌？そんなことないって。急に言われたから驚いただけで。女の子と二人で食事とかちょっと緊張しちゃうよな。ハレンチ先輩、最近よくリト先輩と一緒にいるよね。それはほら、ゆうきくんが記憶をなくして困っているから。困っている生徒を助けるのは風紀委員として当然の義務でしょ。だからその…本当にそれだけなのかな。ほら、ゆうきくん、そろそろ移動しないと授業に間に合わないわよ。ちょっと待ってて、今準備してくるから。これはハレンチ先輩の真意を知るチャンス。よーし、えい、サイコダーイブ。他の破天荒な人たちにゆうきくんを任せられないわ。私が何とかしてあげないと。ついでにハレンチのところも直してゆうきくんを更生させるべきよね。ふむふむ、やっぱり何とかしてあげたいって責任感はすごく強いみたいだね。小手川。ゆうきくん、ダメよ、こんなの恥ずかしい。あれ、これは、わわわ、そんな一気に。わわ、ハレンチ先輩ってば積極的。なるほど、責任っていうのはこういう意味での責任も。黒崎さん見つかっちゃった。何今の。どうして私の心の中に黒崎さんが。えへへ、ハレンチ先輩も心の奥ではあんなことやそんなことを考えてるんだね。小手川、お待たせ。って、あれ、メア、まだいたのか。あ、聞いてください先輩。いや、聞いてもらうより映像を見せた方が早いかな。ここは自分の気持ちを先輩に知ってもらうチャンスだと思ってね。黒崎さんが楽しみたいだけでしょ。とにかく絶対にダメなんだから。よくわからないけど、なんとかしないとまずそうだ。とりあえずメアをなんとかしないと。って、あれ、メアのやつどこに。うわ！もう、ゆうきくんが遅いから授業に遅れちゃうじゃない。ごめん、とにかく急がないと。うわ！もう、急に転ばないでよ。小手川の胸、やっぱり大きいな。そんな、ダメよ、学校で。そんなことしちゃ。だいたいあなたがハレンチなことばっかりしてくるから、こんなに大きくなったんだから。そうか、じゃ責任取らないとな。ゆうきくん、もっと深いところまで見ちゃおっか。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい、あなた気をつけてね。
なるべく早く帰ってくるよ。少しでもユイと子供と一緒にいたいからと。仕事に行く前にお出かけのチューが欲しいな、なんて。もうハレンチなんだから、ほんと昔から変わらないわね。何も見てない、何も見てないから。あはは、ちょっとやりすぎちゃったかな。